バベル裁判所。俺は立花海斗。大手企業の不祥事に法律の改正まで。今年の夏も事件は多かったですね。8月も世間が驚くニュースが盛りだくさんだった。今回も振り返ってみようかの。7月28日ポケカで大の大人が大乱闘。8月の事件を紹介。おっと、それはポケカです。朝早くからめちゃ並んで買いました。これは7月のニュースじゃが、紹介しとくか。月末にトラブルもあったようじゃ。てめえ割り込みしやがって。おら、ポケモンじゃなくてトレーナーが戦ってて。くさ、テンバイヤー VS チーユー。うわ、いい膝、強いぞこの人。8月1日スシローペロペロが幕引き。スシローの事件覚えているか。2023年1月に少年が醤油差しの注ぎ口を舐めたり、レーン上の寿司に唾液をつけたりする動画が拡散したやつですよね。確か高額な賠償請求が出ていたような。事件に動きがあったぞ。7月31日付で調停が成立し、訴えが取り下げられたことが分かったのじゃ。スシロー側が少年側が責任を認め、当社として納得できる相応の内容で和解したとコメントを発表したぞ。本当に良かったのでしょうかね。8月3日ビッグモーターでさらなる問題発覚。このラインを見てみるのじゃ。何ですかこれ、怖い。ビッグモーターの兼重宏行前社長の長男の兼重宏一前副社長が部下に送ったとみられるラインじゃ。こんなメッセージを送るのすごいな。今の時代流出するとか考えなかったのかな。他にも東京都内9店付近の街路樹で除草剤を撒いたり、90億円借り換えに銀行団が応じないなど、ビッグモーターがますます窮地に追い込まれた1ヶ月だったの。除草剤は市が被害届も出しましたよね。さらに部下を2時間以上怒鳴りつけるパワハラ音声が流出したり、下請け業者に無給で展示場の草むしりをさせたり、言うことを聞かないと出禁にするなどの行為をしておった。下請け業者の車も無理にビッグモーターで車検に出すよう強要していたんですよね。8月2日中国受験戦争の実態。中国では6月7日から大学統一入試が行われ、熾烈な戦いが繰り広げられた。中国ではたった1回の受験で大学や将来が決まってしまうんですよね。トップ校の合格率は 0.05%、 狭き門なのじゃ。激しい競争のため受験生は様々な環境で猛勉強している。まさに現代の科挙ですね。受験当日は警察官310万人が動員され、受験生を先導するなどの徹底っぷりで、さらに受験会場入り口に金属探知機を設置するなどし、カンニング対策もバッチリで行われたのじゃ。日本とは随分違うんですね。8月3日交通ルール改正、自転車でも罰金。これカイト、スピードの出しすぎじゃ。空いているし平気ですって。ヒャッホー。自転車も違反者に反則金の支払いを求める青切符の導入を視野に、2023年内に内容をまとめ、来年通常国会での法改正を目指すらしいぞ。警察庁によると、自転車全体の事故は減る一方、歩行者との事故は増加しているといった背景があるようじゃ。自転車が絡む死亡重傷事故では7割以上で、自転車側にも違反があるっていうし、必要かもしれないですね。8月9日花火大会にウォールマリア出現。4年ぶりに開催された花火大会では、チケットがない人はご遠慮くださいと異例の呼びかけがされたほど、会場は混乱したようじゃ。会場にはおよそ高さ4メートル、およそ2キロにも及ぶ目隠しフェンスが設置されるほどじゃった。まるでウォールマリア、ベルリンの壁。なぜここまでする必要があったのでしょうか。主催者は群衆事故を防ぐためと主張したが、地元自治会はフェンスを設置すれば住民にとっての楽しみがなく、誰のための花火大会なのかと疑問を投げかけた場面もあったようじゃ。8月10日ハワイで大規模な火災発生。おじい、次の旅行先はハワイにしましょう。やめとけ、えらいことになっとる。今月8日にマウイ島で起きた山火事で強風にあおられて市街地に燃え広がり、アメリカの山火事の犠牲者としてはこの100年余りで最も多くなったぞ。15日現在で捜索を終えたのは被害地域全体の 32% ほどであり、焼け跡が広い上に足場が悪いことなどから捜索活動は難航しているようじゃ。原因は何だったのでしょうか。断線した送電線が出火原因との見方もあるが、分かってないぞ。8月11日北海道に宇宙人襲来。
北海道の札幌市で謎の光の目撃が相次ぎ SNS で話題になったぞ。まさか UFO？ 謎の光の正体は人工衛星スターリンクじゃ。一度に大量に打ち上げるため20機がくっついて見えた。これが線のような形で飛んでいるところが動画に撮られていたようじゃ。8月13日人気 DJ が性的被害に。すごい人ですね。こういった状況ならではの犯罪もあるようだ。韓国の人気女性 DJ が野外音楽フェスで観客から胸などを触られる被害に遭ったと訴えたぞ。しかも一部で露出の多い服を着ているからだと心ない声が上がったという。普通に考えて服装によって触っていいと解釈するのはアウトでしょう。この事件については様々な著名人が議論を行っておる。ひろゆき氏や倉田真由美氏も私見を言っていましたよね。結局加害者の男性たちは青汁王子の YouTube チャンネルにて謝罪、警察に出頭したそうじゃ。8月14日盗撮防止法制定。蜂蜜などの製造販売で知られる山田養蜂場の専務の男が入浴施設で女性の裸を盗撮したほか、女子高校生に猥褻動画を送信させた疑いで逮捕されたぞ。有名な会社ですね。でも女風呂の撮影って男性には無理じゃないですか。パパ活で知り合った女性に頼んだらしいぞ。7月13日に撮影罪が施行されたけど、これまで都道府県ごとの条例で取り締まってきた盗撮を全国一律で取り締まれることになったぞ。法律で取り締まるのが難しかったんですね。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるようになるのじゃ。8月22日新開発、科学の進歩がすごい。厚生労働省がアルツハイマー病の新しい治療薬の国内での製造販売承認を了承したというニュースがあったぞ。承認されれば認知症の原因物質を除去する初めての治療薬となるそうじゃ。当たらない火器も開発されたし、技術はどんどん進歩しているのかな。8月22日有名大学のアメフト部がまた騒動。日本大学の3年生が先月乾燥大麻と覚醒剤を隠し持っていたとして逮捕された事件で、8月22日に警視庁は再び学生寮を捜索したぞ。タックルで相手選手を負傷させたり問題だらけですね。ニュースでは確か覚醒剤も見つかってましたよね。覚醒剤は大麻を買った時におまけでもらったものだというぞ。おまけで覚醒剤ついてくるってどういうこと？警視庁は寮の中で違法薬物が広がっていた疑いもあると見て、使用の実態や入手ルートの解明を進めることにしているそうじゃ。8月22日バイク集団を一網打尽。爆音で走行する旧車会と呼ばれるバイク集団が問題となっている茨城県で、警察が一斉取り締まりを行ったことがニュースになったの。旧車会って旧車と呼ばれる古いオートバイを入手して昔の暴走族を模した改造を施したバイクを乗り回す集団でしたっけ。そうじゃ。メンバーの多くは若い頃に暴走族だった大人なので、爆音を響かせて暴走することから通報が相次いでいた。取り締まりでは集まった14台全てのバイクに違法な改造が見つかり、整備するよう命令が出されたようじゃ。昔を忘れられないのですかね。8月23日甲子園閉幕。今年の甲子園も暑かったですね。一番暑かったのは決勝の OB らによる大応援団かもしれん。今回優勝した慶応は実に107年ぶりの優勝だった。挑発 OK、 短時間練習、声出し禁止と強豪野球部とは思えない実態が明らかになったな。心得として古い体質の日本の高校野球に新風を吹かすと掲げているそうですよ。8月23日陰謀の噂も。ジェット機が墜落、全員死亡。ロシア西部トベリ州でジェット機が墜落した事故で、名簿にプリゴジンの名前があったらしい。ロシアで反乱を起こしたワグネルの創設者ですね。そうじゃ。一度はワグネルの部隊を率いて武装反乱を起こすも、流血を避けると言って引き返したのは記憶に新しいの。一部メディアは2回爆発音があったとする目撃者の情報などをもとに、対空ミサイルで撃墜されたとする可能性を指摘しているほか、上空を飛行中に内部から爆発した可能性なども伝えられているが、真相は分かっておらん。闇深そうな話ですね。8月24日トリカブト事件の再来。令和のトリカブト殺人ともいえるとんでもない事件が起こったぞ。過去には夫が妻を殺害した事件がありましたね。診療放射線技師の男が好意を抱いていた女性の飲料にトリカブト毒を入れたのじゃ。何の恨みがあったんですか。殺すつもりはなく、女性を体調不良にして解放することで距離を縮めようとしたらしい。
危な。トリカブト毒は 3mg から 6mg で死にますよ。幸い女性がペットボトルにゴミのようなものが浮いていたのを見つけ、警視庁に相談したため大事には至らなかったようじゃ。8月24日、このスケゴで脅迫事件。全国の大学や自治体などに奇妙な脅迫文が届いた事件があったぞ。奇妙な。大学に高機能爆弾を334個仕掛けたなり、口座に30万円払わないと仕掛けた爆弾が起爆するなり。何そのコロスケっぽい喋り。8月24日、カンフーポーズで応戦、ナイフ男出現。池袋駅東口交番前に男が現れ、勤務中の警察官に刃物を向けたり振り回したりする事件があった。ひー、通り魔ですか。いや、男は奇妙な行動をとっておるのじゃ。お願いします、撃ってください。包丁を捨てろ。撃ってください、撃ってください。なんでカンフーポーズ。意味がわからないですね。男は警察官に包丁を差し向ければ拳銃で自分を撃ち殺してくれると思ったと供述しているらしい。身勝手な目的だったようじゃ。8月24日、福島第一原発の処理水を放出。東京電力は福島第一原発にたまる処理水が安全基準を下回ったとして海洋放出を開始したぞ。大丈夫なんですかそれ。8月25日に周辺海域を調査したらしいが、基準を大きく下回った。だが中国から大使館に嫌がらせの電話が相次ぐなど、諸外国からは反発が多いようじゃ。今月もいろいろありましたね。毎月言っておるの。そうですかね。でも1ヶ月単位で集めてみると本当に想像以上にニュースがたくさんで、来月も振り返ろうかの。そうですね。この企画を応援してくださる方はグッドボタンとチャンネル登録お願いしますよ。次回の動画は中国の秘密警察の実態、世界各国に拠点を置き中国国外に住む自国民を監視している組織、彼らは中国から逃げてきた不穏分子を執拗に追い詰め、最後は拷問にかけ言うことを聞かせる。そして日本のとある有名な町にもその拠点がある。今回はその場所に突撃取材を試みることとなった。次回もお楽しみに。チャンネル登録をして見逃すな。